皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはおそらく理にかなっている固定で、なかなかねやられたら嫌なんじゃないかなって思える固定をやります。ただもちろんふざけてやるわけではなく、至って真面目にプレイはしたいと思います。レムキバでいきましょう。まあ、キバ用のデッキ設定ってわけではないので、他にもねアシキャラをバンバン引く可能性はあるんですが、まあ、やっていきましょうか。とりあえずやらないと話にならないね。やってからだね、いろいろ考えるのは。まあ、砦を取るために切る牙。まあ、流れると思いますんで、そこにね、レムをくっつけてあげる。で、それを嫌がって大型で止めてくれればよし。なので、騎馬兵をバラバラの位置に切ってる時に限りレムくっつけましょう。同じ位置にね、2体の牙出してる時は、ダメだと思う、くっつけちゃう。くっつけちゃうと、多分大型1体で全まとめてかられて、キャラ数がね、一気に負けてしまいますんで、そこが注意。で、これ何がいいかっていうと、こうすることによって、騎馬兵のね、一番ね、懸念されていた、キャラ数不足っていうところが解消されると思うんですよね。あいつ、ちょっと、いけてないんですけど。おー、どかしたね。素晴らしい。さあ、ここメタドラ出して、倒した。素晴らしい。さあ、虹先はね、結構ね、危ないキャラなんですけど、さあ、相手がね、後ろに困っていて、取り手を取れていく。こういうところ。これがね、この騎馬固定をしてるときに結構ね、ありなんじゃないかなって思っているところ。これ UFO リーダーかな？二次叫ばす両方ともやれたけど、一応。一発撃ってほしい。天才がいるよな、これ。この一発は、命よりも重い。でも取られちゃった。よくない、これを取られるのは。でも一応倒したね。やつを倒すことは成功した。いや、レムリーダーだな、これ多分。シャーク、もうこれフォアがいっちゃおう、このライン。めんどくさいんで。はい。キメラ。なるほど。したら上のライン、チビフォアで見ますか？で、フォアがもう下行ってくれたんで、まあ、勝てるでしょう、と。いうわけで。はい、剣士レム。もう落としに行く姿勢で行きましょう。あのキメラ放置。いいんじゃないでしょうか。はい、OK。というわけで、落城勝利ですね。素晴らしい。お相手もレムでした。姿勢が結構高かった。裏はわかんないけどね。はい、それではね、2戦目やっていきましょう。まあ、この牙をやっていて嫌なのは、まあ、魔導騎兵とか、クレフラとかを後ろに置かれてしまって、で、牙にね、レムくっつけたんだけど、置かれてしまって、レムが食われること。牙倒されてからレム食われたりとか。牙倒されて、レムもそのままね、魔導にやられてみたいなパターンが一番嫌だ。じゃ嫌なんですけど、それぐらいかな。パワードスーツも気になるんだけどね。で、牙固定なので、なるべく足は引かなくてよしなんですけど、まあ、大型は2本欲しいから回しましょうと。やべえ固定してんな、これ。牙おじはう。もうこんなんさらされるぞ。で、なるべく、牙を開けましょう、1。で、これしかも、第3取らないとおじはう切れないんで、死ぬ気でおじはう。おじはう切りたいんで、死ぬ気で第3取ります。そもそもここは別にいらなかったな。もう一発します。少しでも確率上げたい。OK、素晴らしい。じゃあ、カニ行って、あ、ミスったレム。いらなかった、このレム。2K で行こう。で、おじゃあ、切ろう。はい。それはさ、ダメじゃん。おじゃあ、弱すぎるじゃん。頑張れ、早く。天狗も頑張ってよ。お願いだから、スキル1回ぐらい打ってよ。ひどいな。おお、それはあり。それは全然ありよりのあり。嬉しい。倒してほしい、それ。取られたけど、一応ダメージ入ってる。けど、キャラ数相当負けてると思うんで、こっからがやばいよね。
やばいよね、これおそらく。倒したけどね。倒したけどおそらくやばいと思う。とりあえず上のラインを意地でもディケートでやって、まずスキルってお前。本気でスキルってお前。ただこれ負けるな。これちょっとダメージ差がやばいっすね。これは無理だ。ちょっとね、これはね、天狗に文句言っていいと思う。一発も持ってくれんかった。引っ張ってから切ったんだけど、50! とりあえず、課題は大型戦。大型戦が何とかできなければ、勝てないので、大型戦マジで全力で頑張って、まあ頑張ってってか頑張れるキャラ引きたいよね、大型戦を。負けちゃいけない。中型戦も勝てないんだから、この固定って。大型戦負けないように、迎撃大型はすごい大事だし、攻めれる手札、すごい大事。大型自体は、どっちも現役だけど、進撃の中型しかいないから、これで砦ガンガン攻めよう。あとは、キワレムをどううまく使うかだ。ひとまず、一体目キワだけで行ってみるか。どうだろう、この出し方。まあ、取れるか、まず取れるか分かんないけど、ここ。あ、取れそう。で、一体目の牙で、おぉ、ピクトラ来てくれた。よかったー。まあ、こうなったらね、逆に、行かなくてよかったなってなるからね。あれが、レム。あ、ダメじゃったわ。取れちゃった。やべ。やっちゃった。これが、ちょっと頑張ってくれてんだよね。この地震で、あいつでやってほしい。あと一回。いやー、撃たない。キバレムしようか、ここで。ここで一度キバレムして、こいつ倒すでしょ、あとワンパンでしょ？オッケーオッケー。そう、レムね、抑えられたけど、別に、ご勝手にって感じ。なんならここからレムどっか行ってくれるはず。さあ、チビクロ、もう相手、相当困ってるね。そのままね、ピクドラを一発倒してくれれば、もうあと問題なし。ドドン、そいつを倒してほしい。さあ、ボール系のやっていく。で、これでサボテンに切れるから、サボテンやってほしい。いいよ。さあ、ここレム。で、ここは、ここだけ大砲で倒して、倒せるから、前行こう。ここは、カネキにどこまで頑張ってもらえるかなとこある。ワンチャン先に勝てる気がする。オッケーというわけで、ダメージレースでしたね、完全に。なんとか勝ち切っていく。いい試合。持ってる！めちゃめちゃ美味しい。再生きました。受けましょう。これラストにしましょうか。これ勝ちたいね。まあ、レムキバっていう組み合わせ自体はすごい面白かったんだけど、さすがにレムキバとは思わないと思うんだよね。レムゴレガだと思ってくれると思うんだよね。レムキバでやってるやつなんかいないでしょ。まあ、ゴレガだと思ってもらって、お願いします。キバだと思わないでください。はい。また同じように、攻めれるキャラ、そして、迎撃キャラ。迎撃キャラがいないみたいなもん、これ。まあでも、虹キバなんでいきましょう。ここどうしようかなって感じ。ピクドラ出てきましたよね、お相手。裏ピクドラかな？ワンチャンね、レドがピクドラな気がする。レッドラガールキャラぐらいやってるはずなんだよね。で、こっちの、開幕の牙に、全然ピクドラ切ってくると思うんで、ここは、行かない。レムを。こいつも一体で行く。来たね、やっぱり。OK。とりあえずここ倒せる。素晴らしい。
ただまさかのこれ出てきたのがあいつ、どうしようかな。すげえ2体出してね、やりきれないんだよね、これ。多分3体必要なんだよね。なんだけど、ここで、スケが復活してくれれば倒せる。オッケー。ここまで予定通り。ここヒュードラで行こう。さあ、来た。牙いらねえ、ミスだ。キャラ間違えた。間違えちゃった。この牙いらねえ。マジいらねえ。普通にミス。普通にミスなんですが、なんかなんとかな、なんだかんだ悪くはなさそうな雰囲気出てる。ただ死ぬ、牙は。さすがに。さすがに死ぬ。なるほど。アーシュラがいるならば、もうこう行こう。さあ、氷の力で、なんとかしてほしい。無双入んなよ。ああ、入るよね。そんな気がしたよ、ちょっと。ちょっとそんな気がした。何やってんの、お前。それはダメだよ。はい。というわけで、レム際が刺さったんじゃないでしょうか。いい感じに。完全勝利。ありがとうございます。レム際のいいところは見せられた気がする。まあでも、最後の試合はレム際しないけど、スケ際だった気がするけど。美味しい。はい。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今期のね、レムはキャラのね、ハンデキャップでパワーアップしてますんで、おかげさまでね、牙との組み合わせで結構のね、破壊力をね、出してる気がする。全然悪くはないと思う。なんならレムリーダー裏牙で足キャラ全部補欠とか全然いい気がする。面白かったです。はい。ただまあ課題は、絶対に大型戦負けちゃいけないから、まあさっきのアマゾネスとか、まあないし、迎撃大型複数とか、まあ複数、まあ最低1体ですね。しかもその負けない迎撃大型とか、大型戦で勝てるキャラは必須だなと思いました。まあ、迎撃大型1本いればね、もし万が一、中型でね、倒せないこの中型ってキャラが出てきても、それをまとめて勝ってくれる場合もあると。まあ、課題は本当にそこですね。まだサキバスリーダーとか、来た時に、やべえ、倒せるキャラいないってなった時がまずいので、それをなんとかできなきゃいけないよねっていうところ。それぐらい。もう、あとは全力でダメージレースしましょう。まあ、もし魔導クレフラ、そこら辺がいたら、泣いていいと思います。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。